妊娠になったっていうのは生後にですね、いろいろ女性を孕ませたり、性欲もあります。約束事っていうのは、子供ができたら関係は終わり、妊娠はしない、養育費もない。旦那さんですねは、ご存知、奥様とやり取りをしているので、一人だけは、ね、聞いてないみたいだね。聞いてないけども、リスクの大きさっていうのはあまり自覚されていらっしゃらないのかな。選択的シングルマザーになりたい人だとか、同性愛者のカップルの方がもう選択肢がない、うん、社会の制度のあり方も問題があるかな。求めている家族側の方たちももう少しいろんなことを考えて結論を出してほしいな。人生の一大イベントでもある妊娠、出産、その多くはパートナーと愛を育み授かるものですが、実は今、不特定多数の女性を妊娠させるための活動を行う人たちがいます。ツイッター上には、ハラマセ欲が止まりません、ご興味ある女性は DM ください、責任一切取れませんが確実にハラませます、産む覚悟のある人しかハラませません、ハッシュタグハラマセという投稿をして、妊娠を目的としたセックスの相手を募集。中にはハラマセ氏、ハラマセ屋と名乗り実績を公表するようなアカウントも。一体なぜそのようなことをしているのか。話を聞いたのは、今年からハラマセ活動を行っている紀陽平さん。寝取り寝取られっていうのがあるんですけれども、そちらの募集がツイッター上頻繁に行われてまして、そちらの方への好奇心からちょっと応募してみて、でそのお相手がさらにお子さんも望んでるってことだったのがきっかけです。パートナーが自分以外の他人と性行為をする寝取られという性癖を持つ夫婦と SNS で出会い、夫公認で妻を寝取ったそう。偶然にもその夫婦は不妊治療中、精子提供という名のハラマセを依頼されたといいます。去年の11月ぐらいに発覚して、純粋に嬉しかったです。相手からありがとうって感謝されたんで、ずっと不妊治療をしてて長い間で子供に恵まれなかったけど、まあ、今回いい出会いに恵まれて子供を授かれててありがとうございましたってことで。夫婦には感謝されたものの、残念ながら流産。こうした経験から妊娠を希望する女性の依頼を請け負うように、性病検査をお互いに行う、認知はしない、養育費は払わないなどの同意を得てから、紀陽平さんは依頼者と行為に及びます。精子提供には精子を採取して提供するシリンジ法と、実際に性行為を行うタイミング法があります。紀陽平さんが行うのはタイミング法、つまり性行為のみ。無機物的なものではなく、やっぱ人と人との交わりもって子供を望むみたいな、そういったこともあるので、そういったことにおける価値観が一致している方のみお相手をさせてもらっているという状況です。一方、紀陽平さんに依頼をした高さん、直さん夫婦、不妊治療などを行っていましたが、なかなかうまくいかなかったそうで。嫁の負担はでかくて、病院に行くのがすごい嫌だっていうところまで行ってしまったんで、まあ、別の方法っていうのが、その寝取られを本物でやらせたんで、じゃあそっちでっていう、まあ、選ぶっていうと失礼ですけど、選ぶだったっていう。不妊治療の負担の大きさや、病院での精子提供ドナーの減少など、さまざまな理由で、SNS で精子提供を求める人も多くいるのが現状です。やっぱ、嫁の遺伝子が残るってことなので、やっぱ命がつながるじゃないですか。そこに僕は介在しないですけど、まあ、育てるっていうところで介在できるので、変な話、思う存分してくださいっていう。と、ここで、インタビューの場に紀陽平さんも登場。実際今日もそういう子供を作るための、行為をされるっていうことですか。そうなんですか。そうですよ。そうです。じゃなきゃ呼ばないじゃんイケメンかどうかは別として好青年なのですごい優しいですし、なんで、まあ、任せやすかったっていうのはありますね。いろ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 と
やっぱり嫁的には相性ってあるじゃないですか、要するにあたっての、それも良かったんで、子供を望む人を助けたい、精子提供という名目での活動もあれば、自身の欲を満たすためという人も。2年前から活動している OM さん、実際に妊娠になったっていうのは何人ですか？5人ですね。5人。生まれたのは何人ですか？はい、一応出産報告を生まれたよっていただいたのは4人で、あと1人は音信不通になりました。友人からの依頼で精子提供を行ったのがきっかけで活動を始めた OM さん、困っている女性を助けたいという思いもあるそうですが、自分のエゴっていうのもあるんですけども、自分の種でいろんな女性を孕ませたいっていう性欲もあります。性欲とかはお強い方だったんですか？あ、結構強いですね。自分の子ダニを女性に取り付けて、やっぱ子孫を残したいっていう本能があると思うんですよ。それに尽きると思います。多分昔みたいに一夫多妻制やったらもうボンボン子供作ってますね。果たしてこういった行為は子供を望む女性を助けるものなのか、それともただの性欲なのか、今夜はハラマセ屋の実態に迫ります。さあ今日の特集はですね、性行為による精子提供、ハラマセ屋と呼んだりするようですけどもね、これについて考えていきますけども、安藤さんどう見ましたか？いや、今のところ、私結構、この番組でいうクズ男会に呼ばれることが多いんですけど今回のこの方たちはまだクズさがわからないですね。クズをで片付けるにはちょっと違うんじゃないかなって、やっぱりその、さっきのようにご夫婦で、きちんと話し合って、お金だったりとか精神的な負担っていうところから、三者同意のもとでやられてて、それこそ妊娠されてる方、OM さんの場合はいて、幸せになってる方もいるわけじゃないですか。話を聞いてみないと何とも言えないかな。話を聞いてみてですね、はい、確かにおっしゃるように、今見ていただいたのは当事者3者の中では合意して、良かったということになってるんですけど、それがその先もずっとそうなのかとかですね。そうですね、どんなリスクがあるのかとかね、論点いくつか。あとその事例は結構なんか幸せそうな、関係良好そうな感じでしたけれども、例えば夫を騙して、たくらんするみたいな事例、それってただの不倫ってことですね。リスクもあるかもしれない。っていうリスク、そういうことを受け負っている方がもしいらっしゃったら、それはどうなのかみたいなのがあります、ね。あと後々その生まれてきた子供がどう思うかとかね、いう視点ももしかしたら入れて考えなきゃいけないかもしれませんし。ですね。あとその時は幸せだったけど、ちょっとやっぱり顔が似てきて。将来的にとか、そうですね、はい、みたいなことも含めてですね、聞いていければというふうに思います。ではゲストをご紹介いたします。ハラマセ活動をしている OM さんです。 OM さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。そしてもう一方、 SNS を通じて精子提供にも詳しい医療ジャーナリストの内田智子さんです。内田さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあまずはですね、 OM さんに具体的に伺ってまいりますが、そもそもなぜこうした活動をするようになったのかお聞かせいただけますか？はい、まず VTR でも見ていただいたんですけども、2点あります、まず1点目が、友人のご夫妻に精子提供してですね、実際妊娠をされたと、それですごく感謝されたっていうのが1点です、でもう1点が、ちょっと後々もかぶっちゃうんですけども、今の日本の法制度に問題が限界を感じれまして、精子提供を受ける方にはすごく限定されてるんですね、実際今回私が提供した不妊治療とかシングルマザーとか、そういう方で受けない方に力になれないかなという感じで、こういう活動を始めました。はい、OM さんは相手の女性、これまで12人ほど出会ったということですが、どのくらいまでご自身の名前とかですね、素性、個人情報を明かしてるんでしょうか？基本的には、一切明かしてないんですけども、やはり何度か
会ううちにですね、うん、ホテルとかで名前とか分かっちゃいますよね、うん、なので、ま、あの番号とかは分かんないですけど名前は何人か知ってる方はいます、うん、はあ、はあ、相手によるところもあるってことですかね。そこはそうですね、うん、でも基本的には伝えない形を取ってると。そうですね、もうお互いはそこは本当に、ま、子供を作るだけの関係というふうに取られています。活動を始めるにあたって何かこう約束事っていうのはあるんですか。約束事はもう基本的にそうですね、お互い、ま、子供が欲しいっていうのが、第、ま、約束なので、うん、子供ができたら関係はもう終わり終わり、うん、で認知はしない、はい、養育費もなし、うん、というのでそれを飲んでいただかないと精子提供には私は同意はしません。ああ、あのそれは口約束ですか、何か書面交わしたりしてるんですか。いや、あの同意書はないですけども、うん、あの LINE とかそういうのでしっかりやり取りはしてるんで、あ、ね、文章的には残ってます。あ、そうですか。3人既婚者の方がいらっしゃったと思うんですけど、はい、そのパートナー旦那さんですねは、あの、ご存知なんですかね、そのことを。あ、そうですね、もう基本的に、3人の方については旦那さんの同意のもと、精子提供してますので、はい、その同意みたいなのも LINE とかで確認はされてるんですかね。え、もうそれは、まあ、基本的にそうですね、奥様とやり取りをしているので、そこは確かにね、後からね、そこが泣いたという、うん、まあ、そこはもう、そこも一つのやり取りだけだね、聞いてないみたいなね。あの妊娠5人発覚とありますけども、まあ、一般的にはなかなか一度で妊娠しないとも思うんですが、こう回を重ねていくことになるわけですか。まあ、それは人によりますけども、うん、本当に会員所でしたら1回で妊娠した方もいますし、まあ、平均的にそうですね、 2,3 回ぐらいじゃないでしょうか。そうですか。あの公式ななんか精子バンクみたいなものもあるとは思うんですけれども、あのなぜ依頼者の方は OM さんに頼むと思われてますか。今あの VTR で12人という紹介をしましたが、うんうん、まあ、実際あの、まあ、どうですかっていうアプローチは正直今のところ50人ぐらい受けてるんです。ただ、まあ、悲しいことからほとんどの方が冷やかしなんです、うん、でそのうちで、まあ、本当に子供が欲しいということでやり取りをした中で実際12人と、会いまして面談をしまして、うん、でその中で、まあ、実際何人ですか、うん、と声を呼んで、あとのまあ5人は、まあ、大体こういう方って他の方とも、まあ、二股か三股って言い方悪いですけどもやり取り引いてあるんですね、うん、それで他の方に行ったんじゃないかなと思います。精子バンクがって言いましたけど、日本では公的な制度としての精子バンクの体制っていうのはやっぱりほとんどまだ制度化されてなくて、最終的にまあ海外などにまあ高いお金を払っていろんなリスクを背負いながらっていうのは以前アベプラでもやりましたけれども、ただなんかすごく不安だなと思うのは、まあ、その親同士というかパートナーとしての OM さんの関係においてはいろいろなものが成立しているのかもしれないけれども、2030年以降ですよね、 OM さんにとってみれば、その子が物心ついた10代、そして成人した20代、2040年代ですね。ですから OM さんがまあ40代後半50代後半となるにつれて、思っていらっしゃるよりも責任が非常に重たい事象がいろんなことがあるんじゃないかなということも考えます、親として、うん、まあ、そのあたりはどのように感じていらっしゃるんですか。いくら、まあ、そのパートナー的な方から、まあ、養育費はない、認知もしないとはいえ、その子が何かしらの関係であなた OM さん僕のパパですよねってなった時のこととかはどのように想定されていらっしゃるんですか。まあ、正直なところそこはもう一切感知しないということでお話を受けてるので、うん、そこは、まあ、正直考えたことはなかったですね。大山さん、もう少し手前の話として、まず、はい、あの一番大きくなってる子が何歳ぐらいだっていうことですか。今ですか、うん、分かってる範囲で、
今はおそらく5歳じゃないでしょうか、うん、5歳になってる子が5人に、はい、妊娠した中の、まあ、一番大きな子であろうということ、はい、あの1歳5人とはもう連絡取ってない感じですか、あの妊娠した後の女性という意味ですけど。はい、あの1人だけとは取ってますが、うんうん、あとは基本的にはもうないですね。うん、なるほど。堀さんのおっしゃったみたいに、まあ、相手の女性とか子供からっていう話もある一方で、はい、あのご自身があの妊娠したらもう終わりねって思ってても情が移ったりしてっていう女性に対してとかね、あるいは子供に対してやっぱり自分の子供だから育てたいと思ったりすることっていうのはありえませんか。今現状はないです、うん、はい、ただ単に本当に困ってる女性を助けてあげたい、うん、っていうのが今の私の、まあ、こういう活動の、根底にありますので、ね、ありがとうございます。大山さん、はい、あのおっしゃれる範囲で結構なんですけども、30代で独身でいらっしゃると、はい、今どういう普段あのお仕事とかどういうふうにされてる感じですか。あ、本当に普通の会社員ですよ。普通の会社員しながら、はい、あの SNS で基本やり取りしてるという、まあ、基本的に SNS なんですけども、うん、3、4年、半、1年前ぐらいでしたかね、うん、もう一個あの別の大きな精子提供の、書き込みがありまして、うん、そこでも探してたんですよ、はい、それが急になくなりましたんで、うん、今はもう SNS で基本は、まあ、待ちっていう感じですね、はい、なるほど。堀さん大事なご指摘されたんで、このリスクについてもきちんとお伝えしておきたいと思うんですけども、はい、まず一つ目として医学的なリスクがありますよねと、要するに医療機関を介してない形のね、進め方になりますから、まあ、感染症とかね、遺伝に関するもの、こうしたものがありますねと。それから、まあ、法的なものとか倫理的なものも、展開によっては考えておかなきゃいけないっていうことが、まあ、ありますねということですね。一旦内谷さんに伺います。内谷さん、ここまでお話聞かれててどんなことをお感じになってますか。やはりあの医療機関を介さずに精子提供を行うということのリスクの大きさというのはあまりあの自覚されていらっしゃらないのかなというのを感じています。それとですね、こういう方が増えると本当に子どもが欲しくて切実に、まあ、こういう医療機関で精子提供を受けて子どもを願う方々が同じよう なんか偏見の目で不規則に見られてしまうような、そんな印象を受けました。うん、あのそうですね、あの本当にその感染症とか、まあ、遺伝病のリスクがあるので、あの適切な精子提供を受けた方がいいっていうのは間違いないと思うんですけど、一方でその今調べたらその法的な婚姻関係がある夫婦以外には基本的にその人工授精とか提供できない、精子は提供できないっていうふうに法律ではないんですけど婦人学会のガイドラインで定められてるから、まあ他の病院も遵守してるっていう感じだと思うんですね。ってなると選択的シングルマザーになりたいんだけど、まあパートナーがいない人だとか、さらにその同性愛者のカップルの方ですよねってがもう選択肢がないとなると、この選択肢選ぶしかないってなるので、ちょっと社会の制度のあり方も問題があるかなと思ってて、以前そのやっぱ LGBTQ の方にお話を伺うと、同性愛者のカップルがまあ子供を作るためにどちらか一方がまあそのために行為をするっていうことをおっしゃっていて、そういうためのマッチングアプリみたいなのもあるんだっていうのを以前おっしゃっていたことがあるので、ちょっとその国の制度を変えなきゃいけないところは私はあるかなと思いますね、うん、このままであるとですよね、うん、はい、安藤さんどうですか、あのここまで聞いていて思ったこと、あるいは大山さんにもっと聞きたいことがあればと思いますけど、うん、まあ、もちろんそのなんていうんですかね、行為の後のリスクっていうもの、まあ、例えばエイズだったりとか感染症っていうものと、あとはまあ、まあ、OM さんだからっていうわけではなくて、これはもうあの全ての人にリスクがあること、うん、リスクっていう言葉はちょっと違うなって私は思っているんですけれども、うん、まあいろんな、うん、この言葉もまあどうかと思うんだけど、障害を持って生まれてくる子どもたちもいると思うんですよね。でそれってでもこの人たちだけではなくて、私たちにも、うん、まあ起こりうる可能性の中であると思うんですけど、そういったところを、まあ、OM さんだったりとか、あとその依頼されてる方がどういうふうにこう意識されているかっていうところと、あとはその社会的にその体制を変えていかないといけないというのはもちろん一番思っていて、まあ、OM さんの前にこう出てきた方ってやっぱ金銭関係だったりとか、その病院医療関係でやってたけれども、奥様に精神的にやっぱ負担がかかって
まあ、依頼されてるっていろんなケースの方がいると思うので、うんまあ、そこをどういうふうに、まあ、内田さんと OM さんが、うんうんうん、感じてらっしゃるか、うん、そのっていうのもあるかなって思っていて、私はこれを見て例えばじゃあ本当に子供が欲しくて真剣にやられてる方に偏見は私は持たないなって思ったんですよ、うん、僕はさっき質問を、まあ、OM さんにやっぱり最初の段階で聞いておきたいなと思ったのは、いろんな形で手助けしたいなという思い、まあ、それは終わりなんでしょうけど、一方で性癖はらませっていうはらませっていうそのいわゆるこう性癖として、まあ、ある意味こうそういうジャンルのまあ AV があったりとかする確立されたこうジャンルもあって、それに敷かれていく方々もあり、ハッシュタグもなぜじゃあ精子提供じゃなくてはらませっていうのを使うかっていうと、おそらくその性癖の部分っていうのも大きいと思うんですよね。でその一時期のその性癖をまあ満たすためにこの今の状況に身を投じていることについて、 OM さんはどんなふうに 今の30代の今の状況はどう認識されているのかと、40代50代60代子どもたちが大きくなっている過程でその30代の時の性癖がもたらしたその後のことについてはどれだけの、まあ、責任も、まあ、背負う覚悟なのかというところ、この辺僕は勝手に今見立てただけなのでぜひ聞きたいです。 OM さんいかがですか。大きくなったって時のことを正直今考えてなくて、本当に、まあ、子供が欲しい方、うん、手助けをしたいっていうのが正直なところなんですね、うん、はい、まあ、そこの大きくなった時は、まあ、その時の、まあ、ケースバイケースというか、うん、お話なのかなというのが今の考えですね、うん、性癖かどうかっていうところは本質的に関わってくる話ですか、今回のテーマとしては。まあ、一応ね、確かに性癖っていうのもあるんですが、うんうん、私の本質としては困ってる人を助けたいっていうのが、まあ、これはもう本当に揺るぎないところです。そちらの方が大きいというふうに、ね、今思ってらっしゃる。OM さん一般的にはですね、子供の方が長生きするんで、OM さんの方が先に、要するにOM さんが生きている限りは子どもたちはずっと成長していくであろうということだとは思っておいた方がいいのかなと思うところで、どうですか、例えばその子どもがですね、後々いやお母さんとお父さんに会いたいと、本当のお父さんに会いたいというような話になって、その女性から連絡が来たりとかした時って OM さんどうこう対応しますか。それはそうですね、まあ、どうしてもっていうことやったら合うと思います。でもなんかそれを聞いてなんか、あ、OM さんの先ほどのね、やっぱり何かサポートしたいなって思いがあるっていうのは、だそれだけになんか逆に心配にもなっちゃうんですよ。さっき言ったそのいろんなその後起きてくるいろんなことに対して LINE の文書があるんでだけじゃきっと通用しない何かが未来に起こるかもしれませんよっていうところも、なんか今話聞いててちょっと若干心配になっちゃったところあるんですけど、 OM さんいかがですかその辺は。そうですね、ちょっとそこは今指摘されて初めて、うん、そうだなっていう部分はありまして、いやそれでも本当これ悩ましくないですか、これそういう、その方がサポートした方がいいんであろうけれども、もともと約束としてはそういうことはなしよって言ってる中で、それはそういうことに、まあ、ある意味なりかねないことも含めると、うんうん、まあ、なんかその以前アメブラで議論した時も、そのアメリカのケースで、うん、その お生まれになったお子さんが将来親に会える権利みたいなこともしっかりと制度化した上でその精子バンクっていうのを稼働させていて、親御さんじゃなくて子どもの権利っていうのをまず置いた上で考えましょうねっていう議論をしましたよね。だからその今回、まあ、そのはらませっていうある意味性癖ジャンルとともに語るときに、そのあたりをね、うん、まあ、ありますよね、人助けですよねって終わらせる話でもないのかなと思っていて、うん、OM さんがすごい誠実に今こうやって議論にね、おっしゃる通り向き合ってくださって、うん、それは堀さんの問いかけによるところが大きいと思います、うん、内田さんに聞いてみましょう。内田さんどう思われますかこの話。そうですね、先ほどおっしゃり ありましたように、その生まれた子の出自の知る権利っていうのもそうなんですが、今、OM さんは独身でいらっしゃいますよね。将来結婚してご自身の子供が生まれた場合ですね、その実の子とまた遺伝子がつながった子がたくさんいるということになるわけですよね。その実の子にとっても、例えば
なんだろう、自分と血を分けた兄弟が何かこの世にたくさんいるっていうなんか不気味さっていうのを感じるだろうし、あと近親婚のリスクも実の子にとってはゼロではないですよね。そういったことに対してあまりにも無自覚すぎるのではないかと思っています、うん、ちょっとありえないのかなと私の感覚では。内田さん、ありがとうございます。一方でどうですか、やっぱりこういうのはもう倫理的に考えてありえないからって言ってこう切り捨てるわけにもいかない感じもするんですけど、なんか法整備していくべきこととかですね、制度として整えていくべきことってどんなふうに考えてますか。そうですね、残念ながらやはり個人間の精子提供に頼らざるを得ない女性っていうのはお話にも上がったようにあるんですね。その3つ理由があって、今医療機関での第三者の精子提供を受けて治療を受けられるっていうのは日本産科婦人科学会のガイドラインで、法律婚の夫婦に限られています。このためシングルマザー希望の女性ですとか、レズビアンカップルで子どもを望む場合、どうしても頼らざるを得ない個人の提供者に頼らざるを得ない現状があります。で、2つ目は今公認夫婦であっても医療機関で精子提供を受ける場合って、もう患者さんに知らされるのってドナーの血液型のみなんですね。ですから相手の容姿であるとか、人となりを知りたいっていう人はやはり個人提供者を選ぶということがあると思います。で、3つ目が金銭的問題です。やはり今第三者の精子提供を提供精子を用いた治療は保険適用外ですから、妊娠に至るにはそれなりのコストがかかってしまうんですね。そういった点でもやはり手軽な SNS を利用するということがありますから、こういったところをちょっと整えていかないと、個人間接していくは減らないんだと思います。ありがとうございます。池谷さん、どうですか。そうですね、以前確か経歴詐称をしている男性がいて、裁判になってる。それで女性がこの人は何々大学卒業だからって言って精子提供を受けたけど実は詐称でみたいな、そういったリスクがあるっていうこともちゃんと知った上で、こういったなんでしょうね、やっぱりアンダーグラウンドの活動はやっぱり危ないっていう、ある意味経歴もほとんど明かしてないって話ですからね。そうですね、はい、だからもういろんなリスクを考えた上で OM さんだけではなくって、それを求めている女性だったりとか家族側の方たちももう少しいろんなことを考えて結論を出してほしいなっていうのと、少しずつでもやっぱり法ではちょっと難しいかもしれないんですけれども、何かこう契約書だったりとか素性を少し明かした方がというか、お互いその、なんていう今後のリスク軽減っていうところでは、ある意味それはもう仕組みにしてしまった方がいいのかもしれませんね。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。